こんにちは、ジャパニーズフォークメタルカエル博士です。我々酒飲みには宿敵がいます。二日酔い、カエル博士絶賛二日酔いでございます。ゲロ吐きそう。今日はそんな感じで二日酔いを治すためのアイテムを紹介していきます。ちなみに散歩も二日酔いにはね効くんじゃないかな。歩くことによって血行が良くなる。まあいつもより全然しんどいけどね。では早速最初のアイテムを紹介したいと思います。その1、水。鉄板中の鉄板だよな。とにかく水を取れっていう。最低でも500ミリ、まあ望ましいのは1リットル以上とされている。二日酔いの時は喉がカラカラになるから水をガーッと飲みがちだけど、こまめに取ることが大事ですね。一気に飲んでもね、腹が膨れるばかりで吸収はちゃんとされないらしい。おしっこになっちゃうんだって。二日酔いの時はだいたい気持ち悪くてなんか食欲が出ない。でも食べないと栄養は取れない。アイテムその2、ゼリー状の食べ物。ゼリー飲料って言った方が正しかったね。この手のゼリー飲料はいろんな会社が出してるけど、俺は安いトップバリューのやつを飲んでます。88円だった。味はまあまあ。これで水分も取れたし栄養も取れた。さあ、あともう一つ。やっぱり二日酔いといえばこれでしょう。その3、二日酔いの時に飲むそういうドリンク。やっぱヘパリーゼですね。この手のドリンクはうまいかどうかと言われれば正直うまくはないんですけど、効果が結構しっかりしてて肝臓に効くというかね。あとやっぱりこれが効くっていうプラシーボもあると思う。これを飲めば大体ね治る。そんなこんなでね、二日酔い対策を紹介してきました。一番の予防策は飲みすぎないこと。飲みすぎないこと、もうこれに尽きるよ。ね、気持ち悪くなるまで飲むやつはねバカだよ。まあ随分歩いたし、水もこの通りなくなったのでそろそろ帰ろうと思います。それじゃあ見てくれたみんなも二日酔いの時は試してみてください。じゃあまたね。